本日はタイトジャパンのマックストレーラーと、まあ、ソレックスゼロの 500B ですね。まあ、こちらの、まあ、比較というよりもそれぞれの良さに関してご紹介させていただけたらなと思います。まずはこちらマックストレーラーのアデルになるんですけれども、こちらトレーラーカプラーのこのロックのところですね。標準でこういうようなロックピンがついているので、まあ本当に外した後紛失したりとかそういう、まあこれもステンレスでできたりするので、まあ紛失防止、錆防止とかにも結構役立つのかなと思います。まあこういうようなチェーンをかけるところのステーだったり、こういう、まあトレーラーカプラーですね。のものの収納する場所だったりっていうのが標準でついているので、まあ、本当に収納力には長けてるものなのかなと思います。で、まあ皆さんはご存知のこちらサイドブレーキですね。で、マックストレーラーに関してはですね、このサイドブレーキともう一つブレーキがありまして、まあこういうようなタイヤ、こういうジャッキのところのタイヤのブレーキ、まあなので本当に、下り坂を除いて、まあ平面でちょっとだけ駐車したいかなという時に、まあこういうようなスモールブレーキ、フットブレーキですね、をご利用いただければ、まあより簡単に駐車できるのかなと思います。で、それ以外にまずこちら、ウィンチですね。ウィンチハンドルなんですけど、まあこちら、まあその PWC を巻くとき、カラ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 ーって巻くようになるんですけれども、まあ握りやすい、かつ柔らかいグリップが採用されていて、まあ、これはすごいいいのかなと思います。トレックスの 500B の機種にはなるんですけれども、これも同様標準でこういうようなロックピンですねっていうのがついてます。まあ、それ以外にこういうようなチェーンですね、1メンバーにつけるチェーンも2本ついているので、お持ちの車につけていただくっていうような仕様になっておりまして、でこちら見てもらえればわかるんですけれども、ここに反り返りの何か針金っぽい針金というか棒があるんですけれども、こちらに一応収納できるようなスペースもありまして、ウィンチも他の機種と変わらず搭載しています。でここもマックストレードと同様にサイドブレーキも標準でついているものになりますので、まあ、駐車の際サイドブレーキをご利用いただければなとは思います。マックストレーナーのこのアデルの機種に関しては15インチのホイールがついてまして、穴も5穴になるので、例えばまあタイヤホイールを変えたいっていう方がいらっしゃってば、まあ、簡単に取れるような、簡単に付け替えれるような仕様になってたりします。それプラス、アデルに関してはショックオブアブゾーバーですね。この中のショックアブゾーバーも標準装備されているので、まあ、本当にバタバタ地面がバタつくような箇所だったり、まあ、高速で、まあ、運転している際役立つようなアブゾーバーにはなっているので、これはありがたいかなとは思います。まあ、ソレックスの、こちらもまあ15インチホイールにはなるんですけれども、まあ、標準が4ケツの仕様になっております。まあ、なのでこちら、まあ、例えばホイールを変えたいとかいうときは、まあ、ハブの交換からしていただいて、交換する必要があるのかなというところにはなります。続いてテールの紹介にはなるんですけれども、アデルに関してはこちら標準でシーケンシャルウインカーがついておりまして、まあ、このトライアングルリフレクターのものですね、ここも LED で表示されるようになっているので、まあ、本当にスタイリッシュに、テールランプが搭載している機種にはなります。でソレックスに関してなんですけれども、まあ、こちらも全て LED で作られている、テールランプにはなっております。で、まあ、プラスソレックスに関しましては、ここですね、ここに標準で例えばタイダウンだったり収納式タイダウンとかをかけれるような穴のステーが標準で備わっているので、まあ、そういうオプションパーツとかを別途付けたい人とかだったら、そういうプレートを別途購入しなくてもいいっていうようなメリットはあるかなと思います。
では今回それぞれの機種に関してご紹介させていただきましたが、まあその機能性の良さだったりかっこよさだったり、まあ特徴的、それぞれ特徴的な良い面をまあご紹介させていただきましたが、まあこれ以外にも本当に使いやすさだったり、まあそれあのお客様のお持ちのまあ、ジェットスキー PWC に応じてより良いものをお選びいただけたらなと思います。このチャンネルは三重県四日市市にある国内最大級ジェットスキー専門店 JSP 東海が役立つ情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。またインスタグラム、X、Facebook、TikTok もやってますので、概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。